肉ハメ、肉ハメ、肉種目、学名は、約5500万年前から約800万年前、新生代古第3期赤月新生後期セランディアン、原新第3期中新予後期トートニアンにかけて生息していた、原始的な肉食性哺乳類の一分類群である。当時のアフリカ及びローラシア、すなわち、現在のアフリカ及びユーラシアと北、 アメリカにあたる地域、これらは当時、一つの大陸であったに広く分布していた。ユーロコ目、仙ン,ン,ン,ン、孔目、原メ、ゼツメ絶滅、および食肉目、クニクメネコ目。原ン,ンの三目は、キモレステス目、絶滅ツツ、キモレステス属あるいは、列春ンエンを共通祖先としていると考えられてり、これら四目は、野獣類に属す。 古代三期の肉羽目は生息地の生態系において重要な肉食獣であり、特に全身魚のアフリカでは支配的な捕食者だった。彼らはメソニクスメやエンテロドンカと競合し、最終的にはこれらより長く生き延びた。しかし、遅れて進化してきた食肉目に対しては、全時代的劣等性を拭えず、その地位を譲ることとなる。肉羽目最後の種は、 約800万年前に姿を消し、とって変わった食肉目がその日地、生態的地を占めることとなり、今日に至る。学名の、クレオドンタは、ギリシア語の、と、を繋ぎ合わせた、合成語。肉食のための葉を持つ者との聖語である。和名は、この漢訳。より古い形質を示すおキシアいなか、と、優勢主として成功するに至った。 悲哀の鈍化の日課からなる。かつて肉羽目は食肉目の祖先と考えられていた。しかし現在ではさらに古い祖先を共有する関係だとみなされている。肉羽目と食肉目は共に列肉場を備えているが、この歯は肉を噛み切るために発達したハサミのような機能を有している。そしてこの器官を持つことが彼ら二つの肉食獣類を。 生態系の頂点に押し上げる重要な要素となっていた。研究者の中には、肉羽目は食肉目との共通祖先の子孫ではなく、両者間の相似点は修練進化の典型例として説明可能であると主張する者もいる。適応放散を遂げたのは新生代になってからであるが、彼らの起源は少なくとも中生代白亜紀にまで遡る。 約5,500万年前から約3,500万年前までは支配的な肉食獣だった。その多様性と分布の拡大は死神魚に絶頂を極めている。肉羽目はアフリカ、ユーラシア、北、アメリカで全神魚の中期までにはそれ以前の支配的捕食動物だった恐れ鳥類とメソニクスメに完全にって変わった。しかしその後、禁煙である食肉メとの競合が始まる。 ニアキスのような初期の食肉系類、すなわち、食肉類の祖先と肉羽目の祖先が分かれて、以降の食肉類を含む系統に対する、肉羽目の優越は、3500万年前には、緩るぎ始めた。現在知られる最後の肉羽目最後、ヒアイノドンカディソプサリス、は、約800万年前、中心予行期島とニアンのインドア大陸地域に生きて、いたが、それ以降、 肉羽目の化石はない。かつて肉羽目が占有していたニッチのすべて、ないし、ほとんどすべては、日猫か、イタチか、熊か、犬か、ハイエナかなどに属する、食肉目の動物の騒によって占められている。肉羽目の代表種としては、最も繁栄し、当時の生態系に、多大な影響力を持っていたであろう。悲哀のドンがある。また、陸生肉食獣として、 基地で史上最大級とされているメギストテリウムも注目に値する。これは倍ンほどの大きさがあり、頭蓋骨は虎のそれの2倍ほどもあった。メギストテリウムはおそらく大きさの点でアンドリューサルクスに匹敵し、もしくはこれを凌駕していた。ハイエナのような不肉食性、死肉アサリであったとされる。なぜ肉羽目が食肉目にとって変わられたのかは、 よくわかっていないが、彼らの比較的小さい脳と、特に走行時には、エネルギー効率のやや劣る運動能力、移動能力、ロコモーションに原因があったのかもしれない。ほぼ確実に、彼らは足裏行政であった。また、脊椎の腰旋部は食肉目と違って、効率的に走れるようにはできていなかった。葉の配置もまた多少異なっていた。食肉目のミヤキスでは、 上学第四小球種と下学第一大球種が列肉場で、それより奥の葉は肉以外の食物を噛み砕けるように残っていた、原生の食肉目であるイヌ科の死式もこれに近い。しかるに肉羽目では列肉場はもっと奥にあった。上学第一大球種と下学第二大球種、もしくは上学第二大球種と下学第三大球種が列肉場だったのである。 このため、彼らは、肉以外の食物をほとんど食べられなかった。これらの些細な短所が100万年単位の長期間では、重要だったと思われる。原生の食肉目で最も純粋な肉食性である、猫科では、第2、第3代球子は、完全に失われている。そして、列肉場の奥にある上顎第1代球子は、痕跡期間となっている。そのため、原生の猫科は、 植物性の食物を動く稀に四角地にしないのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。